審判王家聖団は、1928年公開の伊藤大輔監督の映画作品。第一編、第二編、解決編の三部作からなる。制作は日活。原作は、林不妨の、審判王家聖団、鈴川玄十郎の巻。第一編は5月31日、第二編は6月8日、公開。 解決編は8月17日に公開された。江戸小野塚道場に伝わる二振りの妖刀唐雲、羊猿竜をめぐって、赤岩赤岩の会見し丹下左前と小野塚道場の人々、左前の愛人串巻を富士悪旗元、鈴川玄十郎、放浪者体験、大岡越前守らが、争奪戦を繰り広げる。 もともと左膳は、相馬中村藩の武士で指名を報じ、刀を手に入れようと江戸に来たのであった。だが、刀の魔力に見入られ辻切りをしでかし、大岡越前に追われることとなる。ようよう刀を手に入れたが主君に裏切られ、絶望の果てに、多くの人を切り殺し、恋する道場の娘やよよ道連れに唐雲を腹に、突き立てて果てる。 中字旅日記と並ぶ伊藤監督の代表作である。ただ春が悲劇であるのに対して、本作は徹底した、娯楽作品となっている。撮影の唐沢博光は、刀の争奪戦の際にはカメラを体に、お藤が屋根伝いに飛ぶシーンでは竹竿にそれぞれくくりつけて、撮影したが、被写体を外すことがなかった。主演の大河内伝次郎は、 体当たりの演技を見せ、立ち回りの撮影の際に勢い余って、顔から地面に突っ込んでしまうほどであった。移行左前は、大河内の18番となる。当時、この作品は、日活の大河内のほか牧野が、嵐調三郎、東和が、段徳ロと三者共作であったが、日活の独り勝ちであった。本作では、大河内に、丹下左前と、 大岡越前守るのに役を演じさせ、グロテスクな名キャップをした左前と立ち役風の越前、守るとを対比させている。東亜版では、段徳ロが左前と刀鍛冶の特員、悪役の豆太郎の三役を演じている。お藤役の伏見直江は、ただ春旅日記をはじめ、伊藤作品によく、大河内と共演したが、一時は、大河内と結婚話もあったほど仲が良かった。 原作では左ンはいかだに逃れて、消息不明になるのだが、伊藤は主君の保身のため裏切られ噴死する左ンに変えている。このアレンジによって、不況にあえぐ、当時の庶民を意識したメッセージ色が強まった。現在、フィルムは失われ、断片しか残されていない。撮影に使われた南禅寺三文無声映画時代、京都の映画界は、南禅寺をロケ地として多用した。 本作も、この南禅寺で撮影されている。大正末から昭和の初め頃は、各社の撮影班が、毎日のように押しかけ、2班、3班が各所で撮影する、こともあったという。稲垣博がこの南禅寺に、ロケに出かけたところ、大先輩にあたる伊藤大輔監督がちょうど本作の、大ロケーションの最中だった。このため稲垣は、挨拶だけして、 尻尾を巻いて引き上げたが、翌日新聞に、伊藤監督が南禅寺の山門で撮影中、大飛が外れて負傷したとの記事を見て驚いたという。幸い重傷ではなかったので、責任感の強い伊藤監督は、松葉杖をつきながら悲壮なメガホンを取って、撮影を続け、これを完成した。当時映画界では、石川五右衛門の伝説よりもこの事件が有名になって、 何千人にロケする者は必ず、伊藤監督遭難の地と語り伝えた。戦後になっても、稲垣は、天才は忘れた頃に来るという注意の意味で、三十何年前のこの話を、ロケ隊の者たちに話したという。伊藤大輔監督と主演、大河内伝次郎の生誕110周年である2008年の10月27日に、東京国立近代美術館、 フィルムセンターのユネスコ企画イベントとして、活動弁士の沢登り緑らによる、ロストフィルムプロジェクトにより、残された写真と活伝と伴奏により、本作を再現する試みが行われた。日本映画の若き日々。ありがとうございます。